かに36回目の夏がやってくる。熾烈で過酷な戦いの幕が上がる。それがコカ・コーラゼロ鈴鹿8時間耐久ロードレース第36回大会。残り1時間を切ったところでマシントラブルにより35回目の8体に幕を下ろした吉村鈴木レーシングチーム。36回目となる今年はリベンジに燃えている。10年ぶりぐらいに、リタイアする昨年、することになって、また一からやり直しということで、みんなで一つずつ、オートバイを作っています。新人さんにはね、8体を通じて成長してっていうふうに言うところが、普通なのかなというところなんですけど、我々としてはもう少し要求が厳しくて、8体までに使えるように、8体までに戦えるように準備したいと思います。今年、もう本田さんの、ね、TSR、ハルクさん中心に、8体回っていくのは間違いないので、そこにね、吉村が全力で、戦いを挑むというところを皆さんぜひ見ていただきたいですし、そこの中で先頭を走って、挑んでいきたいなと思っています。マシンはすごくいい感じだと思うんで、信夫さんの力を借りして、いろいろ勉強させてもらいつつ、8台で勝てるように、十分に持っていけるんじゃないかなと思います。これから、どんどん暑くなって、ライダーの方も暑さに対する対策も、トレーニングをどんどんしていって、マシンはね、ほっといてよくはなってくるので、吉村を信じて、やっていくだけです。8台に向けては徐々に準備は整ってきてるんで、それに向けて、全力で皆さんと一緒に頑張るだけです。吉村イコール、優勝ですからね。一つの目標に向けて、チーム一丸、ライダー一丸となって、戦っていきますので、ぜひテレビの前で応援してください。よろしくお願いします。チームみんなでトップを狙えるように頑張りますので、応援よろしくお願いします。第1回鈴鹿8時間耐久ロードレースの覇者であり、ポップ吉村の DNA を受け継ぐ吉村鈴木レーシングチーム。36回目のチャレンジ、そして昨年のリベンジが始まっている。 BS12 チャンネル12日では2013鈴鹿8体第36回大会を完全録画中継。ご期待ください。鈴鹿8体7月28日決勝スタート。